こんにちは、9割から勉強法著者の松原です。今日はですね、英文解釈で悩んでいる人に朗報です。英文解釈で僕はこの入門英文解釈の技術の70を一押ししています。この教材があれば一部の大学、例えば京大とか慶応、それらの難関大学以外は例えば早稲田とか、この参考書で十分対応できるわけですが、この参考書も結構実はヘビーで、最低限覚えなきゃいけないページ数でいうと150ページぐらいあるんですね。で、今日はこの入門英文解釈技術70と同等の力を手に入れながら、この3分の1以下の労力でこれと同じ力がねゲットできる参考書を紹介しようと思います。それはこちらです。はい、英語リーディング教本ですね。知ってる人も多いと思います。で、この本は非常にこう分厚いんですけども、実は学ぶべきページっていうのは全くの初心者であればこの色がついた約40ページのところですね。このぐらい、ここだけですね。はい、である程度学んでいる人で漏れがないかっていうね、そういう確認をしたいという人にとってはたったのね、このフレームオブリファレンスという3ページの内容でまとめられているんですね。つまりこの1冊の参考書がたったの40ページあるいは3ページに集約されているわけです。で、今日はですね、この参考書の使い方、メリットというのをしっかりねお伝えしていきながら、サクッとね英文解釈を終えて英語長文に入っていきたいという人にとってね、大変有益な動画にしていきたいなというふうに思っています。ではこの参考書の進め方やっていこうかなと思います。はい、こちらの参考書をやっていただけば偏差値が今30、40しかない人でも60まではね到達することができる、すごい参考書です。では早速ね勉強法を始めていこうと思います。で、この参考書は本当に神がかっている参考書です。英文解釈を速攻で学びたいという人にはこの参考書とてもいいですし、いや、より深くね、もう一度ゼロから学びたいという人にとってもね、この参考書非常に有効なものだと思います。で、こちらの参考書なんですが、構成としては、このね、最初の、そうですね、大体140ページぐらい、詳しい文法解釈の説明があります。これは、もちろんゼロから読んでいく人もいるかもしれませんが、この勉強法では、ここは最初は飛ばします。はい。で、今回ね、メインとなるのはこの約40ページのところになりますが、これはゼロから勉強したい人が学ぶべきパートになります。はい、で、ある程度勉強が進んでいる人は、このフレームオブリファレンス、この3枚のページにまとまっているこの内容がしっかり理解できているかどうかを確認するだけで、解釈70と同じ力をゲットすることができます。目安としては、偏差値が50以上の人は、このフレームオブリファレンスだけ学習し、それよりも低い学力の人はこの茶色の部分を勉強してもらっていいかなというふうに思います。はい、で、最初にね、じゃあ偏差値50以上の人で解釈に苦手な人がいるならば、じゃあここをやりましょうという話なんですが、これは非常に簡単です。これ左側に問いがあって右側に答えがあって、この一つ一つの問いに答えていけるかどうかっていうところをチェックしてください。例えば一番最初の問題は文とはとあるんですが、構造上の主語と述語同士という関係であるっていうふうに言える人はもう相当解釈力の力があると思います。で、逆に答えられなかった人は作品で調べてもらって該当する箇所を勉強していただくと意味がわかると思います。はい。これが大体50問ありますので、この全てに答えられていけば問題ないですし、逆に言えばですね、ここの答えを見て理解ができる人であれば、ここのフレームリファレンスを勉強する資格があります。この答えを見てもよくわからないという人は、やはり今から説明するゼロからね、解釈を学びたいという人の勉強法に沿ってください。では、そちらの話をしていこうと思います。ゼロからね、解釈を学びたいという人は、この灰色の約40ページのパートをやっていただきたいんですが、ゴールとしては、この英文のSVOC が瞬時に分かり、そして訳が言えることが一つのゴールになります。で、そのゴールにたどり着くために、どうしていくべきかって話をしていきましょう。まずはですね、
辞書を使いながらこの文章自分なりに SVOC に分けて訳を書いてみましょう。まあ、紙にちゃんとねこうやって訳を書く。でそれができた後にこのクエスチョンに答えていきましょうということですね。はい、まず和訳をせよというふうに書いてあるんですが、その次のねこの文の述語動詞は何か、センクだ、順動詞はなしっていうふうにこの全ての、ね、問いに答えていって即座に答えられるようにしてください。でこれに全て答えられるようになったらこの文章の構造はもう分かるし訳も分かるはずです。でこのアンサーの中で例えば形容詞という言葉が分からないといったときは作品にね作品を引いて形容詞に該当するところを軽く学習してあそういうことかと理解できたら OK というふうにしてください。でこの設問の答えが全て理解できて SVOC も分かりそして訳もできるようになったならばどうすべきか。そうですね、1日1回これを音読すると5回音読しましょうということですね。音読の仕方は今までと一緒で SVOC で区切って訳していきましょう。まあ、簡単な事例で言うと This is a pen、 これはペンですというふうに訳すんじゃなくて This、 これは Is this the pen、 ペンというふうな感じで主語の英語を言った後日本語を言ってそして動詞の英語を言って日本語を言ってそして保護の英語を言って日本語を言うっていうふうな感じで5回音読していきましょうと。でこれを1週間続けていけば覚えていけると。で目安としては1文に大体そうですね15分ぐらいかけていけば1時間で4文できますよね。で2時間やれば8文やることができるんで1日2時間で5日間やればねこれが一通り終わるという計算になりますが、あとはこれ復習していくことを踏まえると約10日ぐらいね見ておくと余裕を持って、ね、終えることができるんじゃないかなと思います。はい、で勉強というのは基本的に問題を解くとか考えていくことによって知識は身についていくので、今回のこの参考書で言えばこのクエスチョンを考えていくとか SVOC を考えていく、訳を考えていく、そうするプロセスを経ていくことによって深くね文法が理解していくことができるんだということなんですね。はい、でこの参考書は本当に神がかっている参考書です。英文解釈を速攻で学びたいという人にはこの参考書とてもいいですし、いやより深くねもう一度ゼロから学びたいという人にとってもねこの参考書非常に有効なものだと思います。ぜひねこの動画を参考にしてこの参考書をやってみてはいかがでしょうか。今日は以上です。成績が上がらない人、学校の先生や親や兄弟友達からお前なんか大学なんか行けるはずがないって言われて肩身の狭い思いをしてる君、あと太郎生、ぜひね LINE アットマークに登録してほしい。この LINE アットマークに登録してもらったら今ね偏差値を最短で29から60に上げる勉強法の無料冊子をプレゼントしているわけじゃなくて、今君が悩んでる悩みにアドバイスが個別にしてあげることができます。でさらに今後今君みたいに頑張っている人たちが集まっていくようなコミュニティも運営していこうと思ってますので、ぜひ LINE アットマークの方登録して一緒に偏差値を上げて自信をつけましょう。